自分の元から人が離れていってしまうっていうことは、まあ、生きていると何度か経験することだと思うんですけども、例えば恋人が離れていってしまうとか、長年一緒にいた友達が離れていってしまうとかっていうようにですね、まあ、人が自分の元から離れていってしまうっていうことは、まあ、あるんですよね、生きていれば絶対に。だからもう一生、もう会った人全員と関係を築いていけるわけがないじゃないですか。だから離れていく人っていうのは当然なんだけども、でもやっぱりこの人が離れていく瞬間っていうのは辛いと。やっぱり執着してしまいそうになるっていうことが言えるわけですよ。なので、この人が離れていった時にね、まあ、どういうふうに考えていくのが一番これからの自分にとってプラスになるのかっていうのを今回話していきたいなというふうに思います。で、このチャンネルではそういうふうに、まあ、考え方の部分であったりだとか、コミュニケーションのアプローチの部分を解説しているチャンネルになるので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回も内容に入っていきましょう。まずですね、結論から言っちゃうと、人が離れていった時っていうのは執着してはダメです。人が離れていた時っていうのは執着してはいけないんですね。で、これなぜかっていうと、執着心って僕らの流れを悪くしちゃうんですよ。で、この流れっていうのは、まあ、僕たちって全てにおいてね、まあ、この宇宙の法則って言われてるものがあって、まあ、循環していると。全てのものは循環しているんだっていう考え方があるんですよ。で、これは例えば僕らがお金を使ったら、そのお金が巡り巡って結果的に自分のところに戻ってきているんですよっていう考え方があるじゃないですか。例えば僕たちが八百屋さんで野菜を買った。じゃあ八百屋さんがそのお金を使って、お米を買った。じゃあ、そのお米を買ったお米のを売っていたスーパーは、そのお金でじゃあ家賃を払ったとかっていうふうにどん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 巡っていってるわけですね。こういうふうに、物事が流れるからこそ世の中で循環して、まあいい形っていうのを保っているんですね。僕たちの体もそうじゃないですか。何かを飲んだ。じゃあ水を飲んだとしたら、その水が流れて、で、最終的には、尿として外に出ていきますよね。こういう風に、体を循環してるわけなんですよ。出ていって、で、また取り入れて、で、また出ていって、っていうようなことを繰り返してるわけなんですね。で、この過程で、必ず、今必要だったけど、もう必要ではなくなった、みたいなものが絶対現れてくるんですよ。これは代謝って言いますよね。で、そういう風に、僕たちの人生においても、そういう風な代謝っていうのは行われていくわけなんですね。なので、高校時代仲良かったけど、社会人になったら付き合わない友達がいたりとか、社会人の1年目、2年目は仲良かったけども、10年目になったら仲良くなかった友達とか、だからいう風な感じで、こう、その時には必要だった存在だけど、今は必要ない存在みたいな感じで、こう流れていってると思うんですね。で、そういう風に、その時仲良かった存在だけど、今はこの人と仲いい。10年後また違う人と仲いいっていう風な感じで、その時その時で必要な人物であったりするし、その時その時でめちゃくちゃ仲良かった存在とかもあったりするんですよ。で、そういう人たちっていうのは、その時の自分には必要だったっていうような、まあそういったことなんですね。だから水とかも飲んだ時は、飲む時は自分の体温を下げるとか、自分の体の、まあ、血液の流れを良くするとかっていう風な感じで水を飲むと。で、それで良くしてくれた結果、もう必要なくなったから水は出ていくわけですよね。で、その水が出ていくっていうものに執着しちゃダメじゃないですか。おしっこしたいけど、我慢しとこうって思ったら体悪くしちゃいますよね。そういう風に、このおしっこが出ていくのを止めようと、必死に止めようとしてたら、体が悪くなってしまうと一緒で、人が離れていこうとした時に執着してしまうと、自分の人間関係の流れであったりとか、成長の流れっていうものを悪くしてしまうわけですよ。例えば、自分がめちゃくちゃ成長しようと思った時にね、じゃあ、テレビ見るのをやめて、これから毎日勉強するぞって思ったとするじゃないですか。でも今までテレビの話ばっかりしてた友達が、お前テレビ見なくなったんだったら、なんかちょっと話すことなくなったわとかで離れようとしているのを、いやちょっと待ってよ、ちょっと待ってよとかって言ってたら、まだ自分がテレビ見る生活に戻ってしまいますよね。そういうふうに僕たちって成長する過程で必ず離れていく人っていうのはいるんですよ。だから、まずそこには執着しないっていう思いが大事なんです。で、僕たちはね、普段から自分で流れっていうものを作ってるんですよ。例えば、その人と出会って、仲良くして、普段からどういう風に過ごしてとかっていうのを自分で全て流れを作っていってるんですね。自分の選択に人生で決まっていってるじゃないですか。で、その流れの中で必ず代謝っていうのが起こるんですよ。で、その代謝の中で、やっぱ人が離れていったりだとか、何かを失ったりだとか、逆に何かを得たりだとか、っていうようなことっていうのは起こってるんですね。で、この流れをどういう風に、作るかですね。というのは自分で普段から決めているわけなんですよ。で、この流れで、中で、まあ、人が離れていった時に、その人を引き止めようとする行為っていうのはですね、その人が自ら決めた行動、自分が自ら、招いた状況っていうのを自分でコントロールしようとしてしまっている状態になってしまうわけですね。そういうのは非常に流れを悪くしてしまうわけなんですよ。なのでそれは良くないですよってことなんですね。だからよく、
ことわざで、来るもの拒まず、去るもの追わずっていう、まあそういったことわざがありますよね。これもそれを指していてですね、来るものを拒まない。ね、来る人っていうのは全て受け入れていく。そして去るものは追わない。でこの去るものを追わないっていうのは、その自分の人生の中で循環していっているものだから、そこに逆らわないよっていうことをまあ言ってるわけですね。ね、非常に哲学的なことを言ってるなというふうに思うんですけども、まあこれ誤解されがちなのが、去るものを追わないっていうのはかなり白状なんじゃないかみたいなね、そういった考え方をされることが多いし、まあネットとかで調べてもね、そういった意見が出てきたりもします。そういう人は嫌われることを恐れているんだみたいな。でそれっていうのはかなり、低い位置から見た、ことわざの解釈だなっていうふうに、僕は思ってて、この来るものを拒まず去るものを追わずっていうのは、相手を尊重するっていうことだと僕は思うんですよね。だから、相手の可能性っていうものを信じているから、別に自分と一緒にいることが正解なのかどうかっていうのは自分にもわからないわけじゃないですか。その人にはその人の正解がある。じゃあ、その人が選択した方向に自分は気持ちよく送り出してあげることが大事だっていうような考え方ですね。だから、その人の可能性っていうものを全て受け入れている状態だからこそ、それができるわけですよ。だから、自分が嫌われるのが怖いというのは自分に向いた矢印で語っていることわざではなくて、その人自身を信じているからこそできるっていう非常に器の広いことわざなんですね、これは。なので、その人の可能性を信じているという意味の去るもの追わずなんですよ。その人が決めたことだから、その人を送り出してあげるっていうのが大事だっていうことなんですね。自分といることが絶対に正解だって誰が言えるんだっていう話なので、なのでその人にはその人の人生があって、自分には自分の人生があると。なので、そこで、まあ、別にその人のことを嫌いになったりとか突き放すわけじゃないけど、別にその人が選んだ道なんだから自由にやらしてあげたらいいよねっていうような考え方をするのが、この来るもの拒まず去るもの追わずだということなんですね。なのでとにかくその執着してしまう人っていうのは失ったものでばっかり意識が向きすぎるんですよ。だから、ワンピースのルフィで言ったら、エースが死んじゃった時って、エースにめちゃくちゃ執着してましたよね。その結果、ルフィの流れがめちゃくちゃ悪くなっちゃったんですよ。でルフィの流れがめちゃくちゃ悪くなっちゃった時に、まあ、ジンベイが来てね、なんか、お主が今持ってるものは何じゃみたいな、失ってるものばかり数えるな、みたいなことを言われるわけですね。でその結果、ルフィは、過去の執着っていうものをなくして、ルフィへの執着っていうもの、ルフィじゃないわ、エースへの執着っていうものをなくして、そして、自分にあるもの、仲間がいるよ、ってなるわけですよね。自分には仲間がいると、それを大事にしなきゃいけない今は。っていうことに、今に意識を向けることができた。っていうような、まあそういった描写がありましたよね。あれは非常にいいシーンで、この執着っていうものを非常に物語ってくれている、しっかりと語ってくれている描写ですね。なので、僕たちっていうのはですね、その、離れていくものであったりとか、失いそうになったものに執着してしまうと流れが悪くなってしまうんですよ。そこに執着が向きすぎるから、その執着した先のものも得られないし、自分の流れも悪くなってしまうと。だから、その人のことを信じてあげるっていうのが大事なんですね。もう離れていった人のことは、もう離れていった人のことで、もう割り切って、その人はもうきっと幸せになるはずだっていうふうに信じてあげると。その人にはその人の人生があるっていうふうに、ちゃんと信じ、その人の可能性を信じてあげる。そして、自分は自分で今あるものを大切にする。こういう風にしていくことで流れというのはどん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 良くなっていくんですね。だから循環を止めちゃダメなんですよ。循環を止めちゃダメなので、それは別に人が離れた時にその人のことを切り捨てろとかそういったことを言ってるんじゃなくて、その人のことを信頼してあげればいいんだよって。離れていた人のこともきっとその人は自分とは違うところで幸せになってるはずだっていう風にね、ちゃんと信頼してあげて、自分はだから今一緒にいる人、自分と一緒にいてくれる人、大事にしてくれる人を僕も大事にしていこうみたいな、そういった考え方をしているとどん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 循環っていうのは良くなっていくので、人が離れた時にそこに執着するのではなくて、ちゃんと、今あるものを数えてそこにしっかりと意識を向けていく、今に意識を向けていくっていうことをね、ぜひやってみてください。で、こういう風にね、僕たちって何かに執着していたりとかして流れが悪くなってしまうと、どん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 コミュニケーションの流れとか人間関係の流れとかっても悪くなってしまうんですよ。でも人っていろんなことに執着してしまってるから、どん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 流れが悪くなっていると。流れが悪くなったらやっぱ悩みも多くなってくるわけですね。なので、流れを良くすると。まあ、体で言うと血の流れを良くするみたいな。そういった処方箋を僕、自分の、メールコミュニティの中で解説していってるので、よかったら概要欄にあるメールコミュニティ参加っていう URL から参加してもらえたらなという風に思います。そこで参加していただくとね、まあ
ポジティブになるためのセミナー術であったりだとか、まあ、嫌われるとはこういった特徴を持ってるから、逆にこういうふうに直していったらいいよっていうことを解説している、ぼっち予防セミナーっていうね、まあ、そういったセミナーも、プレゼントさせてもらってたりするので、まあ、ぜひメールコミュニティ参加してもらって、で限定サイトの方にね、移ることができるんで、まあ、メンバーだけそちら移ることができるようになっているので、まあ、よかったらね、そちらから、僕のプレゼントも受け取ってもらえたらなというふうに思います。で、毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。